P5X 楽しみだなぁ。いつ日本で配信されるかわからないけど。でもなんか違和感があるのよね。なんだろう。お、霊夢もやっぱり感じてたか？ P5X の違和感。まあ主人公やキャラがまるっと違うから違和感はしょうがないんでしょうけど。では今回は、何かがおかしい、ペルソナ 5X の違和感。その謎をまとめて考察してみるとしよう。お、ワクワクです。今回はペルソナ5のストーリーのネタバレが含まれるから注意してくれよ。オッケーの人はそのまま待機。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってね。と、その前に地味に P5X の公式が更新された件と、アトラスアンケートにペルソナ 5X の項目があったのでまずはそちらを紹介していくぜ。オケです。まずは先日行われたアトラスアンケートに P5X が日本配信されたら遊んでみたいですか？という項目があることが発見された。おおすごい、じゃあ日本で配信の可能性があるってことだ。そうだな、どれくらいの人が興味を持ってるのか探っていた感じだ。はいはい、やりたいやりたいです。課金5万円は硬いですって書いておこうかな。札束で殴るタイプ来たよ。お次は P5X の公式サイトが更新された件だ。ハイライトという新要素があると過去の動画で紹介したよな。ペルソナ 5R におけるショータイムみたいな感じよね。そちらの高巻アンバージョンが配信されていたので見ていこう。あ、アンドの？あとキャラクターのアニメ表現が滑らかになったらしい。おお、滑らかだー。そしてこちらがハイライト。すげえ。うわぁ、これがチャッタラ回しちゃうかも。魅力的すぎるなぁ。回答団の全員のハイライトはぜひ見てみたいよな。更新されるたびにどんどんクオリティが上がっていくわね。では本題に入っていくぜ。ルフェルの正体って何？ルフェル、あのフクロウちゃんよね。そうだ、P5X のマスコットキャラ的なフクロウの形をしたキャラだ。同時にモルガナのように主人公を怪盗用に誘う存在になっている。そんなルフェルだが、ベータテスト版の時点で主人公に対してなかなかに興味深い発言をしており。本当にあいつなのか？会いに来た甲斐がある。主人公の欲望に期待している。など、明らかに主人公に目をつけていたような発言をしている。ペルソナ覚醒するって分かって近づいたのかしらね？そこで、このルフェルの名前の由来を考えてみたのだが、ルフェルの正体、ルシファー、またはルシフェルなのではないかと考察するぜ。ルシファーって、ラテン詩ルシファーよね？名前は確かに似てるわね。名前もそうだが、ルフェルの車携帯を見ると悪魔のような尻尾が見える。ほんとだ。フクロウモチーフなら羽とかつければいいのに不思議ね。だろ？ペルソナの元になった作品、新女神転生シリーズでは、ルシファーは主人公の前に現れ様々な助言や試すようなことを仕掛けてくる。老人の姿で現れたり、ショタの姿で現れたり、女装してたりのあの人か。さすがにメガテンとのつながりはないと思うが、ルフェルも物語上で重要な鍵を握るキャラになっていると思われるぜ。なるほど、でもまだパンチに欠けるわね。そうか、じゃあこれを見てくれ。この物語はフィクションである。え、作中のいかなる人物、思想、事象も全て紛れもなく、お前の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。この声って。だが、忠告はしよう。関われば、例外なく茨の道を行くことになる。この光景を見ているお前は、それでもこの物語に参加したいということかな。これって思いっきりルフェルの声じゃないの？そうだ、ペルソナ5でこのスタート時に流れる音声はニセイゴールのものだった。しかし今回はどう聞いてもルフェルの声なのである。はい、これはルフェル黒幕ですね。本当にありがとうございました。いや待て待て。あいつは使えそうだ、とモルガナと同じような発言をしているルフェルではあるが、ペルソナ5のモルガナみたいに実は味方側のキャラクターで本来の目的があって、それを本人は忘れているだけかもしれないぜ。確かにね、でも現段階でかなり怪しい存在なのは間違いないわね。できれば味方でいてくれルフェルよ。
イゴールは本物？ペルソナシリーズ 3.4 5を遊んだ方なら真っ先に違和感を覚えるであろうイゴールの声。田野中勇さんから大塚フォーチューさんに変わっていたわね。ペルソナ5を最後までプレイした人ならご存知だと思うが、ペルソナ5本編で田野中イゴールは後半に本物の日としてベルベットルームに戻ってくる。あれには驚いた。でも P5X では録音されている田野中さんの声ではなかったわよね。ああ、そうだ。ペルソナ5にて田野中イゴールこそ本物というトリックを使ってしまったのに、ここに来て声優変更はどうなんだろうとファンは思ったかもしれない。大塚さんのイゴールもなかなか合っていていいと思ったけど、やっぱり偽物なんじゃないかと疑っちゃうわよね。そうだな、だがアトラスのことだからさらっと、いや、普通に声優変更しただけで本物のイゴールですと言ってくることも考えられる。ありそう。悲しいけど、イゴールは果たして本物なのか偽物なのか、かなり怪しいが現時点では何とも言えないところだな。イゴールについてはこの後も語っていくのでよろしくだぜ。舞台設定は2026年。え、そうなの？結構未来の話なのね。作中でメロペさんと映画館デートしたと思うが、その時の映画のポスターを見てほしい。シンゴリラという映画のポスターがある。シンゴリラパクリやないかい。見てほしいのはそのポスターの下の部分の文字、2026年7月とある。あ、ほんとだ。これって普通に考えて公開日よね。元になったとされるシンゴジラのポスターにも公開日の日付が書いてあったので、そう考えられる。が、しかしだ、ワンダーの部屋にあるカレンダーにはなんと2022年と書かれていた。こちらの方がリアルタイムと近いので正しそうではあるな。ペルソナ5って舞台設定が2016年なんだっけ？公式に発表されてはいないが、ペルソナ5の発売が2016年だったり、ゲーム内カレンダーと2016年のカレンダーと日付が一致していたり、リセが20歳を超えているなどの情報から推察するに2016年なのではと言われているな。なるほどな。その年代設定も踏まえつつ、次の項目に行ってみよう。宗次郎はどこへ？喫茶店のマスター。先ほど考察した通り、P5X の世界が2022年だとすると、ペルソナ5の世界から数年経っていることになるが、千葉、竹見、岩井さんの姿は変化していない。そうね、なんか違和感だわ。めっちゃ若作りしてる可能性はあるけど、あと宗次郎がいなくなってるの、これはどういうことなの？そうなんだよ、過去の動画を見たことのある人はご存知だと思うが、P5X の世界でルブランに向かうと、そこにいるのは宗次郎ではなく別のキャラであった。宝塚風の美女。宗次郎がいなくなっていることからパラレルワールドかと思ったんだが、じっくりプレイ映像を見ていると宗次郎は存在しそうな感じがするぜ。え、宗次郎消えてなかった？宝塚風の女性に話しかけてみると、私はこの店の代理店長と言っているので、宗次郎が留守の間彼女に任せていると思われる。話しかけるとコーヒーの試飲会に参加できるようだ。へえ、コーヒーを飲んでパラメーターが上がったり、アイテムゲットできたりするのかしら。多分そんな感じだな。でも宗次郎は一体どこへ行ったのかしら。桜家の方にいるんじゃないの？そう思って桜家の方を見てみると、中に入ることはできず、ルフェルがなんて素敵な家族なんだ、温かい願いが感じられるとだけコメントする。宗次郎が双葉ちゃんと家族団らんしてるのかな。でもやっぱり違和感あるけど、ルブランの屋根裏も閉鎖されてたし、すごく意味深だよな。数年経っていると考えると、普通に考えてジョーカーたちは社会に出ていそうだが、どうなるかは、わからない。ブチッじゃない。ブチってペルソナ語で仮面引き剥がす時の効果音？そうだぜ、ペルソナ語では仮面を引き剥がして確定するよな。だが以前の P5X の動画見て、主人公が確定する時に仮面を剥がしてないのは違和感があるというコメントをもらった。確かにワンダー君が覚醒する時、仮面が出現してそれを装着するような感じだったわ。 P5X はブチッじゃなくて装着するタイプなのかも。いやいや、元ハちゃんの覚醒の時は仮面を引き剥がすタイプだったんだ。ちなみに新キャラも仮面を引き剥がすような動作をしていたな。じゃあ主人公だけ違うじゃない。
これは開発中だからあえて愚痴のムービーを削っているのか、主人公だけあえて違う確定の仕方をしているのか、意味深すぐる。そしてまだ気になる点はある。主人公はイボールやメロペやルフェルに欲望を鍛錬するようにと言われた。ペルソナ語では歪んだ欲望をお宝として頂戴していた。だから主人公側が欲望を鍛えろと言われているのは不思議だぜ。主人公に欲がなさすぎるからってことかな。もしかしたらそうかもな。欲がなさすぎるのも問題だとモルガナも言ってたしな。欲って大事。 POX では作中にファントムという言葉が出てくる。新聞にも取り上げられるほどに社会現象化している問題らしい。ペルソナ語における精神暴走事件と似ているわね。あそこまで大事件にはならずとも、他人を顧みない迷惑な人がファントム認定されているようだ。迷惑系 YouTuber、 それ以上言うんじゃない。そんな迷惑な人をまとめた動画投稿サイトも存在しているようだ。なるほどねー。この前 PV に出てた電車に自転車で突っ込んでくる人みたいな感じかな。あれは迷惑というより普通に危険行為だけど。あとこの自転車の人物だがよく見ると女性っぽいし、髪の毛の色ももぶっぽくないので。今後物語の中に出てきそうではあるな。素顔が明らかになる時は来るのか？話を戻すが、ペルソナ語をプレイしている身からするとファントムという名前はなんとなく引っかかるな。なんかあったっけ？ペルソナ語で怪盗団の名前がデフォルトだとザ・ファントムになってるじゃないか。ああそういえばそうだった。私冷やし中華、愛好会ってつけてたから忘れてたわ。いや、お腹減ってんのかお前。以上のことから何か関連があるのではと勘ぶってしまうな。なるほど。でも迷惑な人の話は出てきても怪盗団の話は出てきてないのもなんかやっぱり変よね。やはり怪盗団という存在が生まれなかった世界線だったりするのだろうか。謎は深まるぜ。メロペは何者？イボール以上に謎の多い人物がこのメロペである。新しいベルベットルームの住民よね。そうだ、パッと見、他の住民たちと何ら変わらないように見えるが、彼女には力を司るもの、にしてはおかしい点が何点かある。まず服装、ベルベットルームの住民は、みんな独特の服装をしているが、メロペは比較的落ち着いたデザインとなってるぜ。シンプルになってるわね。そして、次に名前だ。力を司る者たちはフランケンシュタインの登場人物から名前を取っているが3から。メロペという人物は確認できていない。え、それは確かにおかしいけど、単にネタが尽きただけじゃないの。その可能性もぶっちゃけ大いにあるが、メロペという名前で検索したところギリシア神話に出てくる女神がヒットしたぜ。やっぱりネタ切れなだけよ、気にしすぎよマリサ。いやいや、もっともおかしな点があるじゃないか、霊夢。どこよ。メロペ、目が金色じゃないんだ。ほんとだー。これは明らかにおかしい点だわ。ペルソナさんから力を司る者たちの目の色は金色で統一されている。マリーちゃんとかそういう感じの正体になるのかしら。マリーは髪の毛の色も違ったし明らかに違うという雰囲気を出しているが、メロペの場合は先ほど述べた点も違和感を感じる上に、イウォールにカイドルのことを提案したり、口調がなんだかおかしかったり、何者かがベルベットルームの住民に変装している、という風にも見えなくもない。メロペさんの口調、本当に独特よね。感情をあまり感じないというかロボット的な印象を受けるわ。かなりミステリアスな存在だぜ。ここからはゲーム本編の考察ではなく完全にウプシュの妄想であるから話半分に聞いてくれ。半分寝ながら聞きます。起きろ。POX はペルソナ語を元にしたゲームではあるのだが、他作品とのコラボはあるのか？という点である。ソシャゲあるあるね。何を隠そうペルソナ語自体が様々なスマホゲー作品とコラボしてきたので、コラボをやる可能性はかなり高いと思われる。同じアトラスのソシャゲでも女神転生 D には今エヴァとコラボしてるらしいわよ。エヴァ買うすごいな。ペルソナの世界観壊さない感じのコラボとかなら大歓迎なんだけどな。まあ、POX がいきなり他社のゲームやアニメとコラボするのはちょっと考えにくいだろうから。まずはペルソナ3やペルソナ4、女神転生シリーズなんかとのコラボがあると考えるのが現実的だろうな。うわぁ、それだったらファンは大喜びよ。お祭りゲームならワンチャンペルソナ1と2のキャラも出せそうだしね。
妄想が膨らみますなぁ。ま、日本版が配信されないことにはどうしようもないんだけどな。いつになるんだ日本版。さて今回はこんなところだ。霊夢どうだったかな。アトラスのオタクってさ、なんだよ。金で物を言わせるタイプが多いんだよね。おう。だからさ、アトラスさん、そんなオタクがジャブジャブ課金しそうだから早く日本版配信してやがれください。怖えよ。このチャンネルでは新規子さんを問わずにいろんなアトラス作品について語っていければと思ってるぜ。よろしければ、チャンネル登録高評価コメントなどよろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますのでよければ登録してね。しなくてもいいけど、もう一本動画を見ていってねだぜ。バイなら。ファンアートありがとうございます。